意気揚々、物語の始まり始まり。よーし。昔々のそのまた昔、キビの国に阿蘇姫という名の、それはそれは美しい太陽の女神様がおったそうだ。ある時、遠く離れたとある国から浦という名の鬼の神様がやってきた。心優しく強くたくましいその姿に、阿蘇姫は恋をしてしまったそうだ。お客様並びに、暑い中ステージを作ってくださるスタッフの皆様、心